はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はチューニングをこまめにしましょうというお話をさせていただきたいと思います。このチューニングについてはいろんな動画でもお話しさせていただいてるんですけども、今回は特にステージ、特に野外でライブをやるときですね、気温によってウクレレの弦というのは伸びます。はい、あったかいと伸びるし寒いと縮む、ウクレレのチューニングというのは温度差によってすごく変わりやすいんですね。はい、ですのでライブ前にチューニングしました、ステージに上がりました、そのまま最後まで弾いていいというふうには考えずにですね、必ず曲と曲の間に毎回でもチューニングするぐらいの気持ちでやっていただくのがいいと思います。ただこのチューニングですね、バリ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 みんなが大きな音を出してしまうとお客さんにそれが聞こえます。ですので小さい音でチューニングをする、クリップチューナーなどをつけてると音が小さくても拾いますので、それでチューニングをしっかりするということを覚えておいてください。その曲と曲の間はチューニングの音を聞かせる間ではないですからね、チューニングの音をなるべく聞かせないようにマイクの真ん前でこうやってチューニングしないで、マイクからちょっとずれて合わせるとかですね、その辺の配慮をしていただくとすごく1段階も2段階も上に見えると思います。チューニングというのは本当に大事なものです。はい、いくら演奏が上手くてもチューニングが合ってない状態でライブをやってしまいますと気持ち悪いだけなんですね。はい、ですのでステージの上に上がる以上はチューニングを確実にする、これがマナーだと思います。はい、一人チューニングに無頓着でずれた人がいると、みんなが合っててもそれでチューニングが気持ち悪い状態で音が外に出ます。そうするとその一人の不注意によって全部をぶち壊しになってしまうというようなことになっても過言ではありません。本当にそういう現場もありますので、みんながみんなきっちりとチューニングをしっかりとして出るということですね。これを覚えておいていただければと思います。はい、DJのウクレレ講座でした。今回は、ステージの上ではですね、シビアすぎるぐらいチューニングに注意しましょうというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも